どうもこんにちは、岩瀬スティーブンです。お買い物してきました。週刊少年ジャンプハンターハンターが載っている。我慢できずにハンターハンターだけちょっと先に読んだんだけど、あー月刊膝と、あとタフグミね。普通のとなんかハッシュタグ梅マニア、タフなグミも買ってきたし、仮面ライダーグミあんまりこれ見かけないって話聞くけど、まあさすがにもう出回ってんのかな。それかただただ田舎だからあっただけか。で今回のメインはこちらですね。ちゃんと映ってないな。はい、と食玩 SG ライダーごつ像の第1弾。今回はこちら4ごつ像の紹介です。デラックス GP と来て SG、 食玩はまだ選べるから助かる。てかお菓子売り場に置くものなのに、あの袋じゃないんだね。逆になんか紛らわしいからかな。デラックス版では袋に包まれてるんだけど、今回食玩版の方は箱、紛らわしいから逆に食玩の方は箱みたいな。バンダイもいろいろ考えた上でのことなんだろうけど、袋でやってほしかったな。で今回ラインナップに関しては全6種類なんだけど、そのうちの4種類レジェンド系だけ、箱の裏の方にラインナップ書いてあるんだけど、レジェンドじゃない通常ごちそうでチョコドンとブルキャン、この2つに関してはデラックス版で持ってるからまあいいかなって感じで、レジェンド系に絞って買ってきました。レジェンド系は平成1期アギとカブト、ちゃんとガブの後ろに先輩方がいますね。あとは令和仲間のナーゴとバルバラド、バッファも入っていたけどナーゴまでついてくんのすごいね。じゃあまずはアギトの方で SG どんな風に入っているのかな。よっと、あーやっぱ自分でシール貼るやつだ。無地ごちそうとシールに本体のラムネ、これ食ってラムネごちそうを生み出そう。やっぱりデラックス版じゃないやつは自分で貼んないといけないね。無地の状態でも成型色のゴールド感いいね。ここら辺はクリアパーツじゃないからこそ出せる質感だ。シールは目の位置に合わせて顔面と、ベルトを巻いているお腹、この日本図のタイプはアギトと相性がいいね。ラメ入りのガンメタっぽいブラックになってる。まあシール貼ったらほとんど見えなくなるんだけどね。てなわけでシールを貼ったら完成です。そんなわけでこちらがアギトごちそう。上んところにアギトのグランドフォームの顔が書いてあって、やっぱりねこの仮面ライダーアギトのタイトルロゴ、文字だったり後ろのクレストのところがプニプニしている。でお腹のところにはデフォルメされていても分かりやすいね。変身ベルトのオルタリングを巻いている。でパカッと開くとクロスホーン展開、この目の周りについているホーンが3枚刃になっていて、副側もアギトらしく赤色、前歯の方もクラッシャーに近しい形、大きく口を開けて叫んでいますね。ってことで外観以上なんで、こちらアギトを食わしていきましょう。そう、これ変身ベルトガブの起動音、最後のシュイーンっていうところ、ちょっとなんかアギトっぽくない？音を聞くたびにうっすらそう思っています。まずは装填すると、あれ緑発光なんだ、黄色とかではないの？なんで緑色なんだろう。まあここら辺に関しては共通ね。目覚めろその魂。やっぱりいいね、ごちそうが言ってくれる変身音、シュオーンシュオーンシュオーンって。待機音からのサイドバックローして変身の流れで、必殺技はアギト強いってことで、強いはやっぱり変わらないんだね。続いてバレンバスターよっ、こっちはオレンジ発光というか黄色っぽい発光なんだ。なんだろう、さっきのガブの方の緑色は。うん、白から黄色発光ね。仮面ライダーアギトみたいなリズムで言ってくれてんのかな。必殺アギト、いいね。お次はカブト、こちらもシールを3枚貼りまして完成。カブトごちそう本体カラーはグレー、赤色はまあ割といろんな人が使うからね。一応ここの背景のところがカブトレッドっぽくはなってる。これカブト何がいいって、蓋閉じてる状態がマスクドフォーム、マスクドフォームで角の上のところに小さく仮面ライダーカブト、こっちもマークの方がプニプニしていて、でベルトの方はまあさすがにこっちはキャストオフはしたるね。ここはもう変えようがないからしょうがないわ。カブトゼクターが装填されていて、ホーンが展開状態。で、蓋をパカッと開けて、キャストオフ。
そうすると中にライダーフォーム、マスクドフォームが飛び散るっていうことを再現できる。でっかくて青い複眼の方が若干垂れ目になっていて、だいぶ影になってるんだけど、ここの角のところがね、うまいこと内側の二本角のところに収まっている。ちゃんと兜のキャストオフを活かしてるのがいいね。で、後ろのところがこれまたガンメタっぽい感じ。意外と兜本体の成形色に赤色は使われていない。本体赤くない代わりに赤いガブに食べさせよう。発光は？青色発光ね。まあ、複眼カラーに合わせて。昆虫色。キャストオフ。いいね。これまた待機音声から始まって、キャストオフからチェンジビートルまで、ご地蔵なりに本家に寄せようとしてくれてるところがまた可愛いね。で、必殺技。カブト強い。そんじゃ、バレンバスターの方にもセット。こっちも青発光だね。まあ、ガブと特に変わっていない。カブトで必殺。システムボイスがちょっとメカ寄りっていうのは共通点。お次は令和に来まして、ナーゴ。形は違うけど、ナーゴの方にも3枚のシールを分解したりして貼って、あっという間に完成。ナーゴはまあどっちかって言ったらビートレイズバックルみたいな、この青色レイズバックルっぽいカラーになってるね。展開前、ナーゴの顔の上半分で、目の方がビートフォームらしいような赤色系統。お腹にはデザイアドライバーを巻いていて、ちゃんとビートレイズバックル。周りにグミ型の音符があるね。大体隠れてるけど、仮面ライダーナーゴっておそらく書いてある。で、パカッと展開すると、口を大きく開けて歌ってるみたい。ビートフォームのインカム装備がちゃんとついてるわ。で、隙間のところに瞳があって、下のところ猫っぽい口だったり青い牙が生えてる。で、まあシールは貼っちゃったんだけど、ここの手を見てわかる通り、ガンベタブラック。今回この系統のブラック多いな。同じラインで生産しやすいからこのラインナップになった。そんじゃあナーゴもガーブに食べさせよう。さあ、発光は？黄色系統ね。本体から黄色入ってるから合ってるか。猫水。ビート。なあ、言い方いいな、やっぱり。本家のビートで流れる歓声とこのご地蔵相性いいね。ね、必殺。チャージミードン。ナーゴってなんか、運を貯めてからの言い方いいな。そんじゃ、ナーゴもバスターしていこう。黄色系の発光ね。ここはちゃんとナーゴ。だけども必殺技は？ギーツ系なんでギーツで統一。ちょっとなんか今韻が踏めてたな。そして最後は名前に部がつく先輩ライダーのバルバラド。こちらももちろん3枚シールを貼りまして、完成。バルバラドご地蔵。本体カラー、これまたガンメタっぽいようなブラック。展開前、正面でもまあ結構もうバルバラドの顔は出来上がってるね。タイトルの方もプニプニした感じで仮面ライダーバルバラド、ちゃんと矢印も入ってる。右側の炎っぽい複眼の方がグミ。で、お腹にはバルバラドライバー、さすがに真ん中の顔ははっきりわかんないね。で、展開するとパカッと。口を大きく開けて本体カラーが紫色。この目の下のやつがちゃんと下方向にはみ出てる。で、ギザギザの牙がついていて、ベロがうまいことピンクからホワイトのグラデーション。結構自然にグラデーションかかってるから、こう閉じた時もね、左右の複眼のカラーに合うようになってる。そんじゃバルをガブに食わせよう。
発光はまあおそらく紫色。まあそりゃそうだよね。そりゃあ紫。鉄鋼とは言わないか。やっぱり音声面白いな。デケデケデーンだったりエンジン音まで口で言ってくれてる。ご地蔵の手にかかればバルバラドもだいぶ可愛いもんですよ。で必殺。強いって言われてなんかバルバラドというかスパの煽りだと思っちゃいそうだな。そしてバレンバラド。こっちでももちろん紫発光。バルバラドと個別の音声が鳴って必殺技の方はもちろん。ガッチャードですね。イレブン・スティーブン。はい、というわけで今回は SG ライダーゴチゾー01のレジェンドライダーを紹介してきました。平成系はこの蓋がパカって開くギミックを存分に活かしてるね。クロスホーンの展開だったりキャストオフ、本人の変化をしっかり反映していてすごいね。令和勢もこのチョコ系だったりグミ系だったり、ものによって違うけどここら辺の断面の形をうまいこと活かしてるね。しかもナーゴとバルバラドっていうサブライダー系も、ガシャポン版の第2弾の方でバルカンが来るらしいからね、サブライダー系の展開もなかなか楽しみですね。デラックス版と違って本体がクリアじゃなかったり自分でシールを貼らなきゃいけないけど、まあこれはこれでいいよ。クリアじゃないことを存分に活かしたようなカラーしてるから ね。シールの方もなんやかんやで貼るのは楽しいですから。マンダラケ通販で販売中の岩下スティーブンと守護霊のシール。いやーシールっていいもんです ね。気になった方はね、概要欄の方に商品ページのリンクを載っけておきます。それかマンダラケ通販の方で検索ってことで、またおそらく近いうちに GP 版も出てくると思うんで、そちらも無事ゲットしたら紹介するんでよろしかったらご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。